はい、皆さんこんにちは、風道でございます。ただいまですね、 BMWS1000WR ですね、試乗しております。いやーすごいですね。まあ SS 乗りに限らずね、バイク乗りの憧れの一品なんじゃないですかね。ということで軽くね、コースも試乗コースも大して決まってないみたいなんでね、ちょっと 2、30分思う存分乗りたいなと思いますけどね。まあ簡単ですいませんけど、カタログスペック的にはね、210キロぐらいでしたかね、210キロぐらいで199馬力っていうねスペックなんで、まあこのスペックを見るだけでね、どんだけワクワクできるスペックなのかっていうのはね、まあ語らずともわかると思いますけどね。まあワクワクというよりもね、ちょっと今ドキドキしてますけどね、今ドキドキというよりもビクビクしてますよ。もうでね、まあいろいろ今までいろんなバイク試乗したりね、乗ってきたりしましたけどね、その自分の経験の中でね、このバイクは一番このアクセルのレスポンスがね軽いんじゃないですかね。いやすごいわ。なんでね、ちょっとクラッチつなぐのがドキドキしますけど、で乗車前傾的にはね、大してデートナーと変わんないぐらいかな。まあ、シートコーンも810ミリなんでね、ちょっとデートナーの方が悪かったり足つきはするんですけど、まあ、前傾的にはハンドルがねすごい近くにある分ね、そんなきつくは感じないですね。やっぱ試乗するとき毎回思うんですけどね、誓約書を書くじゃないですか。で立ちこけとかねなんかしたときはね、実費で直してもらえますみたいなのに証明するんですけど、まあ、ここまでね高いバイク乗るとね、やっぱちょっと怖いですよね。特にこの発進の時とかね、クラッチをつなごうとしてエンストした時に一番立ちこけしやすい時ですからね、まあ、そこはちょっと注意しながら行きたいなと思います。でこれモードがあってね、スポーツ、レース、レインってあるんですけどね、とりあえず行きはスポーツで慣れてきてね、帰りはちょっとレースってやつで乗ってみたいなと思いますね。ここまで乗った感じはね、そのスポーツモードそんなにじゃじゃ馬じゃないですね、全然街乗りもできるぐらいなんで、まあ、じわーっと開けていくとね、じわーっていう加速だし、まあ、ドンと開けてもねそんなにドンつきはないんで、まあ乗りやすいっちゃ乗りやすいですよ。そうですね、なんで5000回転ぐらいからちょっとねじゃじゃ馬な感じはありますけどね、まあ、そこまでね神経質にならなくても意外と乗れちゃうんじゃないですかね。吹け上がりがやっぱすごいね。まあ立体 SS っていうのはこんなもんなのかもしれないですけどね、すごいわ。でこのバイク、クイックシフターがね、まあ、一般的にはこの上げるだけのクイックシフターっていうのはありますけどね、これ下げるのもできるんでね、楽っすよね。そんなにギクシャクせず今下げてますけど、いけますんでね、ちょっと上げていきますか。今気になったけど、ちょっとね気になるのが左足にねものすごい排熱があるんですよ。このスピードで走っててもね結構左足首熱を感じるんで、真夏とかちょっときついんじゃないですかね。でクイックシフターもこのダウンするときにね、結構ギクシャクするかなと思ったけど、全くそんなことないですね。むしろかなり気持ちよくね、うんうんうんって下がっていってくれるんで、本当レーサーになったような気分ですよ。で全然ね、まあ、200キロ超えてますけど、210キロか、全然ねやっぱ SS なんで、その重さを感じないようにうまいことできてますね。むしろ軽く感じる、すごく。
で、グリップヒーターもね、標準でついてる。この辺の装備に抜かりはないですね。やっぱね、この運転中にね、視界に入ってくるね、このコックピット周りね、もう質感がすごい高いんでね、この辺もやっぱ所有感を得られるところじゃないですかね。まあこの辺のサイドパネルね、この辺元からカーボンだったらね、もっと良かったっていうの、まあ、それは贅沢でしょう。はい、というわけでね、ちょっと後半はね、モード見えるかな、スポーツモードからね、そのレースモードに切り替えてね、走ろうかなと思いますけどね。まあご覧の通りね、こんな狭いね市街地でも全然ね乗れますね。やっぱ SNWR をね、その街中でどうなのっていうね疑問もね、いささか持っておりましたけどね、まあ全然ですね、全然乗れますね。まあそれに相まってね、そのクイックシフター上下とも使えるっていうのはね、まあこういう風に止まるときだけクラッチ握ればいいだけなんでね。まあ要は200馬力でね、その車重が200キロちょいぐらいなんで、もっとね、その暴力的なジャジャ馬なのかと思ったけどね、全然ですね。おとなしく乗ってあげればそれに応えてくれるし、まあそんなね、街中なんでね、だし試乗車なんで、こんなぶん回したりがねできませんけどね。まあ上はやっぱりもっとすごいんでしょうけど、全然乗れちゃいますね。なんでね、前傾とね、やっぱりこの足つきがね、そんな苦じゃない人はね、全然敷居はそんな高く感じないですね。やっぱりね、純正でも外車ですね、排気音はすごいいい音しますね。吹き上がり見てください、これすっごい吹き上がりするよね、これ。なんでこれもね、マフラーを変える必要がないぐらい結構いい音しますね。まあマフラー変えたらもっといい音するんでしょうけど、すごいわ。ちょっと開けてみますか。おお、すごいわ。ちょっとワイドに開けるとね、フロント浮いてくるぐらいのね、やっぱりレースモードはすごいですね。すごいね、トンネルの中でこのメーター見るとすごいね、光り方がかっこいいね。これ夜とかすごいかっこいいんじゃないかな。白バイがこっち見てるな。SS 乗りのね、憧れの1台だった BMW の SNWR、まあ、こうやってね乗ることができて、またいい経験できたかなと思いますね。いや、すげえバイクだ。まあいい意味でね、その自分の中でね、かなりジャジャ馬なイメージがありましたけどね、それを覆してくれましたね。すごく乗りやすいバイクなんじゃないですかね。さらにね、スペック的にも所有感を満たしてくれる、そんな一品なんじゃないでしょうか。というわけで着きました。